Yu-Gi-Oh! キャラクター。こーこー波紋の修行に付き合うぞ。強く成長するな。俺もお前もな。 Oh no! 俺の嫌いな言葉は一番が努力で2番目が頑張るなんだぜ。修行の成果を試してやる。てめえはこの空城城太郎が直々にぶちのめす。そう簡単には近寄らせないぞ城太郎。お前相撲好きか。特に土俵際の駆け引き。いいのか家境。私の炎は血と荒っぽいぞ。アブデルさん、本気で行きますからね。コーヒー味のチューインガム。ほら、お前の大好物だ。こいつで落ち着くんだ。イギーは思った。この敵は俺を狙ってくる。よし、グレートだぜ。よし、コインを増やせ。練習あるのみだぜ。練習はいいけどよ、俺のザハンドはあんまり手加減ができねえぜ。楽しそうだな。やるしかない。行きますよ、ブチャラティ。どちらが先に相手に拳を叩き込むかの勝負。さあ、ミスター、打ってこい。あんたがやれっつうんならやるけどよ、ブチャラティ。みんな寝るのは仕事が終わってからにしてくんねえかな。ここで決着をつける。シールの攻略法はもう練ってある。悪いけどジョリー、糸の対策はバッチリなんだよ。何者だこの野郎。僕はまだマイナスなんだ。ゼロに向かっていきたい。僕はまだマイナスなんだ。ゼロに向かっていきたい。自分のことだ。直接自分で言って自分の目と耳で知りたい。自分のことだ。直接自分で言って自分の目と耳で知りたい。向こうへ行け、蹴り殺す。向こうへ行け、蹴り殺す。このストロハイムが相手だ。このストロハイムが相手だ。俺のスタンドで謎を解く。俺のスタンドで謎を解く。どれ、私がやろう。俺にもよ。そこはもう法廷らわかろうか。やってみたいんだ。教えて、教えてくれよ。うん、初めは少し苦しむがいいかな。俺っちが相手になってやるぜ。来たか。女とは思わん。波紋戦士として叩き潰す。これですっきりするわ。生き残るなら柱の闇の一族か、私たち人間か。私は自分の使命を守り通さなければならない。てめえもコインみてえに串刺しにしてやるぜ。ムッシュ調査、まさかあなたの左腕は右腕ではあるまい。左腕が右腕、奇妙な質問じゃ。一体どういうことかな。ジョセフ・ジョースター、年齢はかなり離れてるけど恋人になってもいいなんて思ったりしてそいつは嬉しいな。だったら見逃してくれ。私の磁力を止める術はない。面白い漫画というものはどうすれば描けるか知ってるかも。ヘブンズドアーの訓練に付き合ってくれよな。決めたね。参ったな、もうわがままだな。
これから私があなたを教育して立派な男にしてあげるわ。そのために連れに来たのよ。もしこのまま彼女にあっさり捕まったら何をされるだろう。私光一くんに会いに行かなきゃならないのに。俺が直々に相手をしてやるぜ。俺が直々に相手をしてやるぜ。敵だなてめえ。このチンピラが俺を舐めてんのか。何回教えりゃ理解できんだこら。殺す殺してやる殺してやるぜフーゴ。ちょっとその上着ここで脱いでいただける。別にあなたの裸が見たいってわけではないのに。上着ですか、ここで。なぜです。私はびくついて逃げたりなんかしない。ぶっ殺すんだぜ。わけのわからない生物は始末しとくべき。待てよアナス、それ私のことか。今の私が存在するのはジョリーンのおかげなんだ。よし行くぜ。よし行くぜ。そいつに触れることは死を意味する。これが魔王だ。そいつに触れることは死を意味する。これが魔王だ。素数を数える。素数は誰にも割ることはできない。41、43、47。素数を数えろ。素数は誰にも割ることはできない。サンワールド、俺だけの時間だぜ。サンワールド、俺だけの時間だぜ。ワンダーオブユー、厄災の流れが君を襲う。少なくとも僕の方へ向かってきたりするなよ。来たか来たか。ほう、鋭いいい目だ。俺の炎とお前の光、たまにはぶつけ合うのも一興。よかろう、相手をするぞ、エシディシ。生物の頂点には天敵などおらぬことを教えてやる。俺のやり方は分かっているよな、ジェイガエルの旦那よ。俺のやり方は分かっているよな、ジェイガエルの旦那よ。アイス、ザワールドの能力を試してみて。相手をしてくれないか。ディオ様の意のままに。時間がないからよ。さっさと決めてやるよ。時間がないからよ。さっさと決めてやるよ。前興奮じゃねえど。どうも失礼しましたど。バカな。私と同じ気配です。何者だ。何、キラ・ヨシカゲだと。君一人か。ぶっ殺す、そんな言葉は必要ねえ。わかるか、天使、俺の言ってること。ぶっ殺す、そんな言葉は必要ねえ。わかるか、天使、俺の言ってること。逃がさねえ。ついに捕らえたぜ、ボスの正体。愚かな奴。
組織を裏切ったことを後悔しろ。これは試練だ。人と動物の違い、それは天国へ行きたいと思うことだ。それが人間の素晴らしさなんだ。わかるかい？人と動物の違い、それは天国へ行きたいと思うことだ。それが人間の素晴らしさなんだ。わかるかい？ダーティーディースダンダートチーム。俺は取引がしたい。遺体を手に入れ、あんたに売る。次に乗るな。お前なんかすぐにでも処刑できるんだぞ。俺は必ず社会の頂点に立ってみせる。向かってくるということは、やり方はできている。スタンド使いだな。お前も弓と矢が狙いか。わかるぞ。お前は慎重なやつだ。頭も切れるらしい。近づかずにやるとしよう。美しく揃っているのは気分のいいものだな。美しいってのはよ、この俺君が見るやのことだぜ。パワーはないが、この粉神雄也のハイウェイスター、追跡は決してやめないぜ。ジョジョの奇妙な冒険、オールスターバトル R。